こんにちは。圧倒的な写真表現ができる背景ボードを制作しております、アトリエ&ソーの大浦です。毎回なんて、自分のことを話す方かなと迷うんですけれども、今は圧倒的な写真演出とか圧倒的な世界観演出っていうちょっと強めの言葉を使っているんですけれども、その意味はですね、ちょっとこっち写しますね。一枚あの手塗りで背景ボードを作っていくので、手にした方に圧倒的になんか伝わってくるダイナミックな躍動感だとか、力とか写真を撮っていく、パワーだとかをもう伝えたいと、この1枚から伝えたいと思っていますので、ちょっと力強い言葉を選んで、まだまだ自分には圧倒的写真表現っていう言葉が似合うかどうかわからないんですけれども、使っていきたいなと思っております。今日の動画はですね、こちらにの1枚のこの空間にあります洋書の上に載っているブローチにまつわるお話をちょっとさせていただきたいと思います。このブローチはレジンでできているんですが、私が手作りを仕事にしていきたいと思った時期に、アメブロを通して出会った京都の作家さんにオーダーで作っていただいたんですが、このブローチが手元に届いた時、開封して、手のひらに乗せた時、何とも言えない、なんかすごく感動を体中駆け巡って、やっぱり手作りってすっごくいいなって思った、思い出のブローチなんです。で、すごく気に入っているんですが、身につけるのがもったいなくって箱にしまっていたんですけれども、最近また箱から出して手にしてみました。そうするときに改めて、私は背景ボードを今は作っているんですけれども、背景ボードをやっぱり手作りで塗り続けて、色を塗り重ねて、人と人との出会いのように色と色を塗り重ねて人々に伝えていきたいなと、手作りの背景ボードをお届けしていきたいというふうに改めて思ったので、今日はこのブローチのお話をしたいなと思って動画を撮らせていただきました。もう日々何のために私はボードを一枚一枚ずっと作り続けているのか、本当にこのボードを手にした人に喜びを与えることができているのかな、手乗りする必要があるのかなとか、いつも考えています。その度に皆さんから感想をいただいて、喜びの声とかいただくんですけれども、本当に 100% 皆さんに喜ばれているのかなっていう不安がいつもあるんですが、これからも、日々もう真面目に真心込めて精進していきたいと思っていますので、今後とも&ソーどうぞよろしくお願いいたします。もう真面目だけが取り柄です。頑張ってやります。皆さんに開封した時に喜びや、体中を駆け巡る、言葉には表せられないいい感情も届けることができたらなと思っております。このブローチがきっかけで今の私があります。手から伝わる人と人の温かさも背景ボードに込めたいなと思っています。それでは今日はこれで失礼いたします。